皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースーマッチ3で遊んでいきます。さあ、さくらちゃんのステージ736ステージ攻略いってみましょう。さあ、おかげさまでなるほどくんの動画本数が、多分おそらくこちらの動画が出ている頃にはもう9000本ぐらいになっていると思うんですけど、さあありがとうございます。あー、左下右下のアイスは消しておきたいですね。で、この辺はまあ爆破させておいていいんですけど、下にして赤がないんですよね。あー、これで赤を落としますか、ドカーンって。あ、これで爆発すればいいと。あ、そういう仕組みなんですね、これ。じゃ、先に爆発させましょうか。あ、青が。あー、先に青を爆発させておけばよかった。失敗しちゃった。これ特殊ジェル作って。下の方を消しておきますか。まあ、上の方は挽回できますからね。ブリーチさんみたいな感じで挽回ですんですよね、挽回。まあ、わかる方にはわかられると。わからない方はわからないと。さあ、漫画の元ネタですね。元ネタっていうんですかね。もうこれぶっつけたいけど、ちょっと一段下げたら、ここ一段下げたらですね。また悩む時がやってきましたよ。どうしますかね。これで流れますかね。まあ流れないですよね。わあ、惜しい。わあ、そっちに行っちゃう。これでドカーンって消して、わあ、行かないで、そっちには。お願い。なるほどくんが悪かったよと。許してと。さあ、これで、あ、星作れるけど、ちょっとこのアイスをこっちから消した方がいいと。あ、向こうに青が。おお、爆発した。よし、来ました。ありがとうございます。早かった、今日は。ということで、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。